官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。董卓め、混乱に乗じて帝を手中に収めるとは、十条寺を廃した苦労が無駄ではないか。宮中にて八つ目の暴政をいさめた者らは皆処刑された。今残っている連中は怯えて役にも立たん。嘆かわしい。一刻も早く奴を倒し帝をお救いせねばならんというに。首相だな、袁紹よ。で、具体的な行動はいつ起こすつもりだ。皆反董卓の騎士はお主と知っている。そのお主が手をこまねいていては気を逸しようぞ。ええ、そう簡単ではないのだ。董卓には呂布なる豪傑が付き従っているのだぞ。奴をどうにかせねば董卓を中することなど。策謀には無関男よ。路地の先まで工場が聞こえていたわ。毛徳、さっき董卓から使者が来たぞ。黄巾鎮圧に尽力したお前と吉見を結びたいだそうだ。無論内実は堅能だろうがな。ま、目をつけられるのは当然でしょうな。殿は袁紹と旧知で、袁紹はあの通り明けすけなわけですから。手をこまねいていては気を逸する。腰が重い袁紹を焚きつけてばかりもおれんか。ならば今火をつかむべきはこのわしよ。いよいよ動くか。ならば俺たちにも話を聞かせてもらおう。董卓を除く方法は二つ。より巨大な力を持って押し潰すか、あるいはごくわずかな力で懐に飛び込むか。巨大な力など今は望むべくもない。ならばわしが取るべき道は一つよ。懐って、殿、それはまさか。洛陽城に忍び入り董卓を暗殺する。袁紹にはできぬであろうし、他に当てもない。ならばわしがやるしかあるまい。なるほどな。毛徳よ、お前の考えは分かった。だが董卓の暗殺は俺がやる。構わんな。そうか、分かった。ならばお主に託す。洛陽城への手引きはわしに任せておくがいい。袁紹が言うには、董卓には呂布なる豪傑が付き従っているという。くれぐれも無理はするなよ。董卓のいる宮城は長領が守っているか、
その武勇は天下に名高い。注意が必要やもな。怪しい者はおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はっ、他の見張りにもそう伝えます。待たれよ。何人たりともここは通さんぞ。よっ、なんじゃ貴様は、どこから入ってきおった。ん、その顔、確か曹操の手の者か。己曹操め、このわしにあだなすつもりか。呂布よ、このアホを切り刻んでやるのじゃ。ふん、くだらん騒ぎだ。すぐに片付けてやる。ほう、あれが呂布か。いや、やつと戦ったところでもはや董卓は打てんか。すまん、猛徳、ここは引かせてもらうぞ。よっ、せい、撃てよ。はっ、よっ、あなたに倒してやる。ここにとどまり、守りの陣を敷くぞ。なかなかやるな、貴様。覚えておいてやろう。敵将、加工健丈が討ち取った。よっしゃ、やったな、トニー。董卓は常に傍らに呂布を置いているらしい。呂布への信頼、いや、それ以外の者への猜疑ゆえか。どうあれ、呂布がいる限り董卓の暗殺は難しかろうな。まあ、董卓を打つ手はまた今度考えましょう。それより殿、今は俺らの方が董卓に追われる立場ですぜ。もはや楽陽にはおれんな。どうせ猛徳、わずかな力で潜じた以上、巨大な力を頼むまで、すでに手は打ってある。わしも力を得るべく準備をせねばならん。
力、つまり軍か。ならばひとまず将へ向かうのだな。なるほど、兵を集めるなら将がいいですな。なんだって殿の距離だ。殿についてきてくれる者らも多いでしょう。うん、将へ向かおう。皆様、お帰りなさいませ。つい先ほど袁紹殿からこのような文が。袁紹から？あ、どれどれ。奸賊盗卓許すまじ、心ある者は楽陽に集い、これを打つべし。派手な激文ですな。まあ袁紹らしいっつうか、なんつうか。毛徳、お前が打った手とはこれのことか。うん、わしが子孫じれば董卓の目は袁紹に向く。わしとやつが知己ということは知っておろうからな。そうなれば袁紹は危機感で腰を上げざるを得ぬ。その時にやつが迷わぬよう手引きしたのだ。明族円家の名で天下に劇を飛ばし、英傑を束ね、その力をもって董卓を討てとな。ふん、袁紹は律儀に実行してくれたようだな。暗殺の失敗も考え、ここまで手を打っていたとは。いやはや、さすがは殿ですな。だが悠長にはしておれん。いずれ董卓は賄賂や脅しで諸侯の分断にかかろう。その前に私有を決さねばならん。なるほど、今後の方針は分かった。だが毛徳よ、お前の軍はどうするつもりだ。兵だけでなく武具や兵糧のためのついえもいるぞ。この屋敷の家財を売り払えば工面できよう。もとよりたまにしか帰らぬ家よ。思い切りますな殿。これはいよいよ後に引けなくなりましたな。よし、けど本当にいいんですかい。わしみてえなならず者がおそばを守るなんて。天よ、くだらんことを気にするな。毛徳はただ今のお前を見て決めたのだ。昨日ならず者だった者はどこまでもならず者か。そうではあるまい。お前は毛徳の信頼を受け、新たなお前となったのだ。天よ、夏侯惇がここまで語るのも珍しいぞ。よほどお前を気に入っているのだろう。改めてわしの親衛隊の任受けてくれるな。承知しやした。殿の恩義はわしが命に代えてもお守りします。李天殿、あなたは自身の予感を大切にしていますよね。なぜそこまで勘を信じられるのですか。信じる信じないの問題じゃないんだ。これが理由はわからないけど、ピンとくるんだよ。うまく説明できないのが自分でももどかしいけどな。お、またピンときたぜ。学神、あんたとはうまくやっていけそうだってな。ありがとうございます李天殿、私もその勘を信じます。
宗人よ。お前ずいぶんと四角四面になったな。昔はもっとこうなあ、どっちかっていうとやんちゃだったのによ。やめられよ。自分は過去の自分と決別したのだ。昔のことを掘り返すのは遠慮していただきたい。曹操殿はかの教官董卓を暗殺なさろうとした。まさに果断、果断の死と言えましょう。その気骨がこうして多くの将士を集めたのです。そしてこの陳光大もその一人。必ずや曹操殿のお役に立ってご覧に入れましょう。こんなところか、毛徳。十分であろう。爺様から譲り受けた蓄えもあらかた出し尽くした。これが今のわしの力、全勢力よ。行くとしよう。練習を待たせても悪い。お待ちください。総分裂、共に戦いたく馳せ参じました。分裂よ、お主は確か五軍におったはず。その闘気を押してここまで参ったのか。おじ上、殿が立つと聞き、いても立ってもいられませんでした。それに同じ空の下ならどんな距離だろうと苦ではありません。そうか、お主の参陣、妨害の喜びよ。分裂よ、お主こそ宗家千里の駒、これより我が戦の先駆けとなるのだ。総分裂、曹操軍の先兵となるべく馳せ参じました。戦場をひたかけ、殿の道を阻む敵を打ち払う所存。どうかよろしくお願いします。行くぞ。報告、止水艦方面敵将海雨に苦戦中。このままでは止水艦の突破は困難とのことです。呂布ならまだしも海雨一人に何を手こずっておる。増援を送り続け、数で圧倒してしまえばよかろう。それが前線では兵糧が不足しているようです。まずは補給部隊の編成と兵団の確保が先かと。なんと、兵糧の管理は演術に任せていたはずだろう。演術め、よもや自分が名手になれなかったからとへそを曲げているのではあるまいな。あるいは勝手な算段で兵糧を出し渋っているか。袁紹殿、別件ではありますが、
東卓軍が近隣の村で略奪を働いているそうです。我ら連合軍に村から救援要請が来ておりますが。今はそのようなさじにかまけている場合ではない。では私たちが村の救援に参りましょう。お前たちはどこの部隊であったか。まあよい、見たところ小勢、体勢には響くまい。村の救援はお前たちに任せよう。我が連合軍の先兵として民を救ってくるがいい。お主ら黄巾討伐の折も義勇兵として参じておったな。これは曹操殿、その説はお世話になりました。民を救いたいというその志は立派だが、それは今たまたま生じた状況に過ぎ、目指すところ欲するものは他にあるはずだ。お主がこの戦に加わった理由は何だ。よもや玉坂を襲われる村を救うために連合軍に加わったわけではあるまい。曹操殿のおっしゃる通りです。私はこの戦で名を上げ力を得たいのです。より多くの民を救えるようになるために。ですがこれが私の性分なのでしょう。目の前で苦しむ民を放ってはおけません。では急ぎますゆえこれにて。変わった連中だ。袁紹は村の惨状を佐治と言った。だがあの男劉備はその佐治のために走った。董卓を討ち悪政の元凶を断つこと、役立つに泣く村の民草を救うこと、人々が望むのは果たしてどちらであろうな。さあな。だが目先のことで振り回されてはたまらん。毛徳、お前は対局を見て進むのだろうな。その通りだ。わしらはただ目指すところを成し遂げるのみよ。じゃあ行きましょうや殿。みんな殿の号令を待ってます。分かった。目指すは洛陽。奸賊董卓を討ち官室の意向を取り戻すのだ。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。気を切らせ。
我らの進む先は誰にも阻ませぬ。よき知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。カユー様がいる限り誰も通さねえ。止水艦前の仲間が退けられた。殺してやる彼、我らで晴らすのだ。敵を越えて連合軍を迎撃せよ。仲間の奮闘を決して無駄にするな。来たな、連合軍め。弓兵部隊を城壁から狙い撃ちにしてやれ。わしらの手で抑える。目標は定まった。全軍進め。倒させてもらうぜ。覚悟しろ。しかないぜ。長生までも倒されただと。どうなりゃ俺が出るしかないようだな。今こそ敵の要所を叩く。砕いてやる。敵の足場を崩し全員を損。この俺が敗れるとは大したもんだぜ。十分な戦果だ。見事な加工と言おう。
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。さあ子供が、俺を楽しませてみろ。楽陽は目前なのに、風神呂布が守ってるとは。この黒岡は絶対に破らせぬ。上陸からの反撃で連合軍を一掃する。決してやる。俺の前に立つとはいい度胸。雑魚に孤狼感は抜かせんぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。コロー感が開いたぞ。どうなってる。火を逃してはならぬ。
せや攻め抜けい敵面分不相応な場所目障りだ我が軍でもらい受けるぞ我が軍の勢いもはや止められまい迅速に攻略せよよし董卓すら撃てぬ輩に負けるとけっやったら命はないと思え おお、あの呂布を倒すとはこの勢いで洛陽を攻めましょうほど知らずのクズどもがわしの主治肉林の邪魔はさせんぞセイモンの守りは固いがこの兵器で突破する勝者進軍開始セイモン前に妨害策が設置されています勝者の進路を妨げているようです天霊三角拠点より援軍が到着しましたせいや十分な成果だ見事見せつけてくれますな敵の狙いはこの地と見た。このとも守備を固めよう。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ守りは性に合わねえんだなやるからには絶対に抜かせねえ敵を蹴散らせ我らの進む先は誰にも阻ませぬご活躍、お見事です。
わしの前に立つかならば死ねえ。守りは我らが受け渡してやる。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。おお、この部まさに真の三国武装。覚えておれ、わしの野望はまだ終わってはおらん。敵将加藤玄奘が討ち取った。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。略属董卓を打ち払い、楽よを奪還した。連合軍の大勝利よ。みんな勝ちどきをあげ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。呂布よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。親子だと？笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右狐、貴様がたぶらかしおったか。豚には贅沢な墓だ。これから先俺は俺の道を進む。玉璽はまだ見つからぬか。帝が伊豆子におわしますが定かでない今、かの宝は官室の中心たる私が護持せねばならん。何としても探し出すのだ。飾り物が何を偉そうに。董卓は死に帝もおらぬのでは
もはや楽陽にいても意味はあるまい。天下は董卓の死でさらに混乱しておる。今こそ慶州と高騰をわしのものとする好機よ。見ておれ、最後に笑うのは本所ではなく名族遠家の本流たるこのわしよ。帝位の証である玉璽が失われたらしいぞ。なあ、もし玉璽を手に入れることができたら、それは俺が帝になれるってことか。何をくだらんことを言っている。帰るぞ。これ以上炎章の相手をしても無駄だ。この調子ではいずれまた返事が起きるだろう。董卓は黄巾の放棄以後の天下を乱世たらしめた。だが奴は元凶ではなく、ただの契機に過ぎぬか。もはや官室に移行あれと力はなし。この乱世を鎮めるには新たな者が新たな断りを敷かねばならぬ。だが力ある者の多くはそこに思い至らず、今の世に己の欲を満たさんとするばかり。奴らに任せていては混迷は深まる一方か。ならば曹操殿、軍を動かす用意が整いました。どちらへどちらへ向かわれますかな。巨匠へ行く。今のわしにはより多くの力が必要だ。董卓暗殺は呂布殿に阻まれ失敗。炎章を利用した連合軍も董卓の討伐はならず。結局のところ、長安遷都の混乱に乗じ董卓を討ったのは呂布殿。これでは曹操は手間をかけ呂布殿に花を持たせたも同じ。なんとも情けない。このような成果しか挙げられぬものが軍友争う中で本懐を遂げられようか。何より私の体毛も。書こうと。